はい、こんばんは、学位ギタリストの竹下敦です、先ほどね、近くのコンビニエンスストアに行ったんですが、そこで、若者がね、ちょっとこうガヤガヤとたむろしてまして、タバコ吸ってたんですね。でそのタバコの灰をポンポンって地面にこう落としたんで、ちょっとねタバコ吸うのはいいんだけど、できればね、携帯灰皿こういうものを持って自分で片付けてくれないかなって言ったら、最初はちょっとみたいな感じだったんですけど、そこ掃除するの俺なんでお願いできないかなって言ったところ、あ、そうですよね、すいませんって素直に聞いてくれたんですよね。でやっぱり人間同士ってそういうふうにきちっとね話をして説明すれば、最初はあやみたいな感じだったその若者もね、あ、そっか、ここを掃除する人がいるんだなっていうふうに思ってくれたのがね、ちょっと嬉しかったりしました。そんな感じで2月25日ももう深夜になりました。それでは皆さんおやすみなさーい。